ってむしろ。こんにちは、株 FX の投資経済ニュース&裏情報のコーナーです。はい今日はなんか明るい話題なんですね、うん、どっちかより。今日ね、暗いなぁ。なので最初明るく言いましょう。全然逆やね。台本読んでないバレた。というわけでですね、はい、今回はですね、はい、今現在の、うんうん、世界情勢に存在する、はい、もうね、世界経済を壊滅させるかもしれない、うん、7つの超巨大爆弾の、うん、2018年の最新情報ですね、うん、あれがどうなったかっていうことをお伝えしていきたいと思います。あ、そうなんですね。はい。で、うん、前回まではですね、もう日本株は強いと。あ、言ってましたね。から始まって、うんうん、もう紙容量は注目してる銘柄。うん。まあ、例えば5桁銘柄、まあ、勉強銘柄ですね。5桁銘柄、ね。5桁銘柄とか、パナソニックとか、うん、建設株を勉強してみてくださいっていうような、うん、なんか、そういうポジティブな内容でしたけども。そうですね。はい、うん。今回からですね、もうこのコーナー恒例の、ネガティブな話になっていく。さあみんなで暗いトンネルに行こう、レッツゴー。やだよ誰も行きたくないでもやっぱりね、無視はできないですから。無視できないの、うん、できないですからね。無視はしてきたこの歴史なんですね。まあまあそうですね、爆弾たちにね、はい、うん、そうそうそう、うん、でまずね、前提の話として、もう YouTube のこの神尾 TV ではもう2016年からですね、うん、で、それ以前に七藤さんとかで出た個別勉強会では、もう2015年から、ドイツ銀行やばいと、いう話をずっとしてきました。あとね、昨年2017年は、もう2017年の末ぐらいですね、アメリカが超やばい特集、まあ全20回ぐらいにわたり、ちょっと長くなりましたが、やりまして、で、今ね、この、今現在のこの世界には、もう世界経済を、壊滅させるレベルの超巨大爆弾があるっていう話は、もうこの2年ぐらい、もう2、3年ぐらいずっと言ってきたわけです。そうですね。はい。うん、でもね、実際のところ、2016年も、2017年も、一つも爆発はしなかったんで、そうですね。まあそれは良かったんですけども。いいことですね。はい。うん、でもね、その分ね、問題は結局、先送りされただけなんですよ。うん。ちょっとなんかしぼんでたりせへん。だってドイツ銀行問題は別にこれといった解決がまあされたわけでもないわけです、うん、まあ一応なんかいろいろ解決策が出てますけど、うん、結局何もされてないですし、アメリカもそのまま、例えば予算問題にデッドシーリング問題にしても、うん、トランプ大統領の問題にしても、うん、結局何も解決しないわけですし、うん、もっと言うとね、金利って厄介ですね。金利厄介ですね。まあちょっとそれは後で出てきますけど、あと北朝鮮問題に関しては悪化してる一方じゃないですか。どっちかというとね、サウジアラビアって2016年から比べてもっと悪化してるでしょ。えらいことになってますね、うん、というわけで結局何一つ解決してないというか、より膨らんでるだけなわけですよ、うんうんうん、ということもありますんで、こうその前提はやっぱり絶対押さえておかないとダメなんです ね。日本株はもう絶対強いと思うんですけど、うん、世界的に見たらもうあちこちに爆弾だらけだということなんですね、うん、はい。でですので、この2018年の市場予測の、まあ、一番最初の動画でも、言いましたけれども、うん、プラン B の、うん、もう大暴落のシナリオと戦略を持っておくと。うん、これはもう2018年は特に重要になってきます。うん、というかね、もう、2月の頭ですね。そうですね。アメリカ株の、超大暴落で、うん、もうこのプラン B を持つことの重要性っていうことも、もう多分よく分かったと思う。伝わったと思うんですね。分かっていただけたと思うんですけども、うん、ですがね、あの時アメリカ株の大暴落、表の理由、裏の理由でもお伝えしましたけども、もしかしたら、あの2月2日から始まったあの大暴落は、ただの終わりの始まりかもしれないと。言ってましたね。はい。知れないので、終わりからの始まりかもしれないので、プラン B を持っていない方、今ない方は、もう早急に、投資家として何より最優先でちょっと取り組んでほしいなと。うん、もういつ何が起こっても全然変じゃないですからね。なるほどね。もしかしたらですね、だから近いうちに、あの2月2日、2月5日に起こった大暴落をはるかに超える、うん、もっとすごいことがおそらく起こるかもしれないと。そうですね。うん。うん、なので、爆発したらね。はい、うん。なので、プラン B、つまり下げ相場に対する自分の戦略っていうのは絶対に必要になりますと。うん。うん、とはいえですね、これ明るい話でもあるんですよね。うん、言い換えれば。なぜなら、今年2018年は空売りで超大儲けできる1年になると個人的には期待してます。おー、うん、もしくはプットオプションで大儲けできる1年になると。それや、うんうん、
というわけで、ちょっと近いうちにね、ちょっとオプション特集もやりたいと思って。ほんまにやんの？やりたいと思ってます。はい、すごいな、うん。どんだけ教える神尾 TV なんですか。オプションはね、かなり難しいですけどね。オプションやるだけで1年ぐらいかかりそうだよね。それをなんとか3回ぐらい。3回全3回。1回3時間。1回10時間ぐらい。10時間。長い。まあでもオプションはね、知ってるとすごい有利なんでね、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど。うん、やってください、はい、僕もう10年ぐらい待ってますね、それ。10年も待ってたっけ。まあでも、確かにずっとオプションを進めてたけど。そうですね。そうですね。はい、うん。まあだから2018年はそういう意味では大暴落が起こるかもしれないですけど、ちゃんと準備してて、うん、勝てる投資家にとっては空売りもしくはプットオプションとか、まあ他にもね、うん、選択肢はいろいろありますけど、そういうので全然大儲けできる。なるほど。それは間違いないです。心構えとスキルがあれば、そうそうそう。それを身につけておけば稼げるということですね、うん。そうそうそういうことです。うん、でもちろんその後にはさらにその後には、うん、もう空前絶後の空前絶後の大バーゲンセールがあるわけですよ。サンシャイン神尾ですね。サンシャイン神尾ぐらいの空前絶後のみたいな、ちょっとあまり原型知らないんでちょっとは見よう見まねのやってますけど、はい。空前絶後のね、はい、大バーゲンセールで、もう長い人生の中でもおそらくもう一度か二度しかないぐらいのレベルで、なるほどね、うん、超安く、有料株を買えるチャンスがあるわけなんですね。なるほど。うん、だって大暴落、長期大爆弾が爆発して、うん、まあ、当然例えばそれがアメリカ初やったらアメリカの株大暴落しますけど、うん、その時当然日本株も一緒に暴落します。はい、でも、かといって、それはアメリカに釣られてあくまで売られてるだけなんで、うん、有料銘柄は別に悪くはないわけですね。そうですね。だからすっごい安い値段でめっちゃいい時期に仕込める。このチャンスもうないぐらいの価格で仕込めるチャンスもやっぱり来るんで、なるほど。そういう意味では、ちゃんと準備さえしておけば、プラン B さえちゃんとしておけば、投資家にとっては全然いい1年にはなります。なるほどね。うん、と、高い、いつもは高かったあの株は、そうそうそう、今ならこんなに大バーゲンセール、うん、だっていうような状態になるわけですね。まあ、もしかしたら、まあ、全然例えばですけど、例えばトヨタ株や、トヨタとかやったら、もしかしたら半分ぐらいで買えるかもしれないですね。マジで？うん。うん、だすごい安く買えるから、すごいもうこんなチャンス見ようとないぐらい。時が来るということですね。うんうん、なので、超巨大爆弾が爆発して、もうその超大暴落が起こるような時とか、つまり空売りとかプットオプションでもう攻め込む時とか、うんうん、バンバン攻め込む時とかね、うん、その次の十分にもう暴落し尽くして、落ちたナイフもちゃんと落ち切って、こっから上げに転じるであろう大バーゲンセールになった時も、うん、もうこの神尾 TV でもどんどん特集していきたいと思いますし。ほんますか？はい。神尾のラインアウトでもね、ズバリもう今が仕込み時期だとか。マジで？もう全力で空売りしましょうとか。そんなん来たことないけど。全力で買いましょうと。買いましょうと。いうメッセージ送りますので。全力で行っていいの？はい、いいです。むしろ。いいです。ぜひね、ちょっと神尾 TV とあと神尾用のラインアット登録しておいてください。まだその次来てないんで、はい、送ってないだけです。うん、うん、わかりました。はい。登録しておきます。うん、ぜひ、登録してもらってないから。ではね、それでもちょっと踏まえていただきながら、はい、今撮影してる今日は2月20日なんでね、うんうん、今現在の2018年の最新情報をちょっとお伝えしていこうと思います。はい。で、今回はですね、ちょっと七節さんの週刊仮想通貨ニュースみたいに、うん、まあ、ニュース形式で、重要なポイントだけちょっとお伝えしていこうと、うん。で、詳細はそれぞれ次回以降とか、うん、まあ、ちょっと詳しく特集でやっていこうかなと思ってます、はい、うん。とはいえですね、今、この2018年、この今の時期で言うと、7つ、もう重要すぎるニュース、重要、超重要ニュース、最新情報があります。はい。で、ただそのうちの、7つのうちの、北朝鮮問題と、中国とロシアが日本にいろいろ軍事的な、なんか挑発してるよって問題と、アメリカが超ヤバい特使の続報っていうのは、この3つはですね、一応2月20日ね、2月8の日が要注意の日っていうことで、ね、言ってましたね。もう先に公開したんで、残り、今回は残りその4つを見ていきたいと思います。うん、はい。まあ結論から言うと2月8日でも北朝鮮は特に別に軍事パレードしたけど、別に核実験とかミサイル発射はなかったと。で、アメリカのデッドシーリング問題もまあ先送りにはなりましたけど、そこでは2月8日の段階では何も起こらなかったということで、まあ一応要注意日は過ぎ、なんとかうまいこと過ぎたと。まあもちろんどっちも全然先送りしただけで何も返していはいないんですけどね。そうですね。はい。で、それも踏まえて残り、じゃあ残り4つのいろいろあるんですけど、
で、一応まあ北朝鮮、中国、ロシア、アメリカが一つ目から三つ目として、次の四つ目ですね。はい。もうこれはもうずっと言ってますけど、中東問題です。中東ですね。はい、ね特に、もうサウジアラビア。サウジアラビア。うん、それ経済的にやばいっていう意味ですね。経済的にももう軍事的にやばい。あ、軍事的にも。全部やばい。ダブルでやばい。もうダブルダブル。え、何それ ?4 つってこと撮影時間が長くなると、自分でも頭でも思ってないことを口走ってしまうっていう。なるほどね。これはちょっともうご容赦いただきたいと思います。わかりにくくなってたり、うん、なんかこう。全然思ってもいないし、なんかようわからんことを言ってしまう。ポロッとなんかええこと言ってほしい。ポロッと思わないことを言ってしまう。一番あかんやつや。一番あかんやつや。一番あかん爆弾ですよ。で、これはね、もうサウジアラビア本当にやばいんで、はい、これはちょっともう次回か次々回ぐらいからサウジアラビア特集を、うん、もう超絶にやばい特集をちょっとやろうと思って。それ何回かかるの？もうなんか、3回ぐらいに収めようと。頑張って。でも大体みんな知ってるんですよ。王子がやばいとか。はいはい。うん、王子がやばいっておかしいけど。王子、まあ、王子近辺やばいとか。とか、軍事問題とかね、うん。その辺をもうちょっと深掘りと、深掘りすんの。あと、多分、ほとんど誰も知らない話。ああ、そうやっていこうと思います。はい、まあ、特に直接株に影響する話ね。あ、はい、まあ、やっていこうと思います、うん。で、ちなみにですね、2018年の初頭ね、うん、まあ1月、まあ1月の一番初頭ぐらいに、ヘッジファンドのファンドマネージャーに対して、まあ、そのファンドマネージャーって言ったらもうそうそうたるメンバーですね。うん、ちょっと投資家でですね、みんなしてるような人たちに、アンケートがされるんですよ。うん、はい。その時の、人たちに、その時の、全世界における、もう関心事に関する、その、アンケートが実施されたんですけど、その時の、まあ、だから、どれが今、世界的な危機ですかっていうような項目の、第1位が、ダントツで、サウジアラビアだったんですね。皆さんよくご存知で。あ、もう当然でしょ。で、ちなみにですね、北朝鮮問題。まあ日本だったらサウジアラビアはほとんど報じられないですよ、ね。そうですね。もう北朝鮮がと違うと、うん、まあ当然ね、隣国では近いな、うん、当然っちゃ当然ですけど、うん、北朝鮮問題は2017年はずっとトップ3に入ってたんですけど、うんうん、この2018年の最新のアンケートではもう10位以下なんですね。うん、もうずっと下になった。つまりあんまり脅威はなくなったと一応ヘッジファンドたちは見てるっていうことなんですよ。うん、日本のね、うん、日本にいるとそのニュースを見てるとすごいやばそうな雰囲気を醸し出してますけれども、うん、はいはいはい、世界ではもうまあ言うたらスルーという、もうほとんど脅威は過ぎ去った、過ぎ去ったというか、まあ、あんまそれよりもっと重要なのがいっぱいあるという感じでしょうかね。はい、うん、なんでそこまでね、じゃあサウジアラビア問題がもう危険視されているのかっていうと、これも今まで何回か言ってきましたけど、もうちょっとだけちょっと踏み込んでおくと、うん、なんでプロから見てもすっごい超ネガティブなのかっていうと、まあ理由はたくさんあるんですけど、まずはですね、まあ奈良さんもさっきおっしゃってましたけど、サウジアラビアの次期国王であるムハンマド・ビン・サルマン皇太子っていう方がおられるんですけど、この人がですね、まあ、簡単に言うと、自分の独裁体制を築くために、自分の身内ですね。うん、家族、うん、とか、官僚をもう逮捕しまくってて、財産没収しまくってるんですよ。大丈夫かな、うん、もうその額、まあこれはもういろ、公表されてないんで推測ですけど、10兆円から20兆円って言われてるんですね。命ね。うんうん、で、王族とか、うん、まあ言うたら自分の兄弟ですよね、身内。あと、現職の大臣とか、官僚とか、あと有力なビジネスマン、うん、社長ね、うん。簡単に言ったら。そう。もう、どんどん身柄拘束されてる。どういうこと何をしたいんやろね。だから来る日も来る日もどんどん逮捕して、まあ逮捕というか身柄拘束して、まあ、一時期ね、500人が拘束されてたと。まあ、だからサウ日本で言ったら日本のトップの政治家のトップとか企業のトップが500人ですよ。逮捕では身柄拘束。一時期はもう1000人以上が事情聴取を受けてたと言われています。あ、言いがかりや。もういや、もう完全に。あ、いや、知らんけど。1000人とか悪いことしてるわけなんや。まあでも一応、結構サウジアラビアと汚職ね。あるんで、まあそういう名目は、その取り締まり。ね、うん、王子はもう正義のために。一応ね、彼が言うには。あ、なるほど。はい。一応、正さないムハンマド皇太子は厳格なイスラム法に則 った国家にしたいわけです。あ、なるほどね。うん、一応、そういう理想があるらしく、はいはいはい。で、まあ、そういう、まあ前回から言いましたけど、第四王子からは約20兆円分の資産を没収し、うん、で、その人が持ってた、例えば、
ヒルトンホテルの株は 30% だけ暴落したと。その時にニューヨーク市場、その時1月なんで、もう市場最高値どんどん更新なんですけど、ヒルトンホテルだけ大暴落。まあヒルトンホテルとかその王子が持った暴落銘柄だけ大暴落したみたいな。王子銘柄ね。王子銘柄とかあったりとか、まあ、そういうことがあったと。で、うん、今でももうどんどん、拘束され、うん、で一応罪を認めたりとか財産没収した人は解放されてるんですよ。あ、なるほどね。財産没収されたっつっても、うん、ちょっと残るんかな手元に。まあまあ一応残るでしょうけど、一応その汚職やもんね、うんうん、まあ汚職の容疑を認め政府との間で解決金を支払ったら釈放みたいな、うん、めっちゃ厳しいな。払うか捕まっとくかどっちがいいっていう話、うん、そういうこと、そういうことです、そういうことです。悪いやつやな。悪くはない。悪王子や。でまあこれはね全然あの何も証拠ないし、一応なんていうんですか陰謀論ですけど、うんうんうん、そのあの身内の王子が乗ったヘリが墜落したりとかね。ああそうですか、うん、身内の王子がね乗ってたヘリ が、まあ、たまたまかもしれないです、まあ、ヘリってたまに墜落するもんね。とかもいろいろあるわけですよ、うん、暗殺、まあ、いわゆる暗殺みたいなかもしれないとかね。なるほどね。もうそういうふうに政治がごたごたしてるわけです。中でね、中でね、うん、中でごたごたするって最悪やもんね。いやもう権力争いですよ ね、 うね、うん、が今もうすっごい怒ってると。はあ。そこにねさらにそういう、まあ、王族系政治がごたごたしてる時に次はですね、まあ一応サウジアラビアって言ったら僕たちの世代、まあほとんどの人はそうだと思うんですけど、めっちゃお金持ちの国イメージですね。ああ、あります、あります。そういうイメージ。ね、もうなんか石油王がおって、うん、金ビラビラってつけてて、そう。もう医療ただ、うん、遊園地もただみたいな、うんうんうん、すごいもうお金持ちの国みたいなイメージありますけど、金持ちしかおらん国、ね、まあそんなねイメージぐらいありますけど、高いビル建ててね、それはまあそれは別の国ですけど、まあ一応ね、だいぶイメージ間違ってた。いやアラブといえばまあそんな感じですか、うんうんうん、ドバイがあったり、まあサウジじゃないけどね、ドバイがあったりとかね、すごい開発してとか、うん、イメージなんですけど、今現在はですね、もう逆なんですよ、うん、お金ないんですよ、うん、財政がもう火の車です。っていうかもう赤字、うん、っていうのは、というとサウジアラビアってもう当然石油ですよね。そうですね。石油掘って儲けたわけですけど、今石油を掘るたびに赤字なんですよ。あ、そうなんですか。っていうのも石油価格が下がってるからですね。あ、掘る方が金かかるみたいな。そうそう。掘るコストに比べて売れるコストの売れる額のが低いんで、うん、掘れば掘るほど赤字なんです。へえ、どんどん損していくんだ。そう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 。へえ。で。じゃあ産油国全部やばいってこと？産油国全部やばいですよ。うーん、で、じゃあ、オペックとかあるから、まあ、オペックってそのね、石油を掘ってる国の集まりですよね。うん、そこで、昔は価格を調整したわけで、需給関係を調整して価格を上げたり下げたりしてたんですけど、じゃあ、価格を上げたらいいやんって話ですよね、単純に。うん、そうですね。でも、そうな、価格を上げると今度はですね、アメリカがシェールガス、シェールオイルっていうのを掘り出したんで、ああそうですね、シェールオイルは結構安いんですよ。うんうん、だから石油を上げちゃうと、今度安いシェールオイルが売れちゃうんで、うんうん、今度石油売れなくなるんです。ああ余計赤字。競合が出てきたわけですね。そうそうそう。で、今、アメリカがサウジアラビアにとって一番そういう意味では石油持ってる。まあ、シェールオイルっていうのに石油って換算するって、アメリカが一番なんですね。うん、サウジを抜いて。うん、だから、シェールオイルよりは低くしなためなんですよ。だからシェールガスオイルより高くしたら石油売れなくてみんなシェールオイル買うんで、はい、となるとシェールオイル安くしようと思ったらこれサウジにとって赤字額なんで、うん、もうどうしようもないわけです。うん、ニッチもサッチもいかないわけですよ。いや、お互い削り合いみたいな。もう削、だからアメリカとしては原油の価格を上げてくれたら、原油安かったら別に自分のところは原油安く仕入れるからいいし、あーはーはー、上げてくれたらシェールガス入れるからやろうみたいな。めっちゃどっちでもいいやつよね。どっちでもいいよ、ね、うん、なのでもうどうしようもないと、いうことになってるわけですね。うん、でこれもちょっと、2017年かなんかの時、16かなんかの時言いましたけど、数年前アラブの春っていうのが起こって、うん、アラブ諸国で結構革命が起こって、革命っていうか、あ、そうですね、ね、人民による、ね、うん、市民による政府を打倒みたいなのが起こりましたけど、はいはいね、その時にサウジアラビアっていうのはそれが起こらないようにするために軍人の給料を2倍にしてもう無理やり押さえつけたんですね。うん、だから軍人の人に対する給料もすっごい額になってて、それも払えない、うん、もうすごい赤字になっていくというのも起こっています。なので今年からですね、日本でいう消費税みたいなのが導入されて、うん、タバコとかそのエナジードリンクですね、うんうんうん、は、まあ、いわゆる嗜好品、贅沢品は税金が 100% になったんですよ。うん、
100%。うん、日本のタバコ税の日じゃないと。つまりどういうことかというと、まあ、例えば今は100円で買えたエナジードリンクが今200円なわけ。半分税金ってことですよ。だいぶ嫌やね。だいぶエナジー奪われるな。そう、今までだからすごいそういうの全部ね、税金消費税とかないお金持ちの国やったのに、急にすんげえ税金が取られるなんだと。はあ。いうぐらいもお金がないんですよ。なるほどね。なのでどうしてるかっていうと、サウジアラビアとしてはもういずれ、もともとの国家戦略としていずれね、石油は取れなくなると、うんうん、当然埋蔵量決まってるから、じゃあその時の未来に備えて 今後は投資国家になろうということで、うん、投資の国の投資のまあ専門会社みたいなのを作って、そこで日本、まあ、アメリカ株を中心に日本株とかいっぱい買いまくってたんですね。そうですね。でそれで売却、それを運用して次の国家の戦略にしていこうとしたんですけど、うんうん、その原油がもう売れなくなって赤字だから、もうじゃあお金ないから株売るしかなくなったわけですよ、うんうんうん、今まで買ってた株を。なので今日本、アメリカ株を中心に日本株とか売りまくってると、うん、まあこれは前回からちょっとお伝えしたと思うんですけど、そうですね、もうそれがものすごい売り圧力なんですよね。うん、っていうかそんなね、うん、暴落するぐらい売らんかったらいいのにね。もうお金ないかしゃあない。いや、ちょっとずつ、もうまんべんなくいろんな株売ったら、ええのに。うん、いや、もうそのヒルトンホテル売りまくって、ね、自分の株の価値とか下げなくていいのにね。そんなどうでもいいかな。もう、だって、それは王子がただで手に入れた株やから。王子が王子から手に入れたやつで、うん、あ、そうかそうか。それに彼らからさ、それぐらいもう誤差ぐらい。誤差だ。30% 誤差だ。誤差だと思います。で売りまくってるわけ、うん、でこれはですね、それもうそれだけでもすっげえ売り圧力やったのに、あとね、実はもう一つラスボスがいるんですよ、うんうんうん、でそれは何かっていうと、その前にね、その今もうすんごい財政難やから、国営の石油会社のサウジアラムコっていう会社があるんですけど、はい、これをもう上場させようとしたんですね。ほうほう。でそれでもうこれは世紀の IPO と言われてて、うん、その時価総額は約225兆円になると。225兆円。アップルは今90兆ぐらい、うんうん、だから、まあ3倍弱ですよね。の会社になると。そんなに？ニューヨークで。あ、超でかい会社なんだ。あ、もう世界ダントツ1位ですよ、だから。あ、今までだから上場してなかったから分からんかったけどっていうやつや。そうそう、だから今、ちょっとこの撮影日現在でちょっと分かんないですけど、アップルとかが1位じゃないですか。うんうん、1位、2位とかじゃないですか。それの数倍の会社が、上場させようとした。いきなり。うん。で、そう、当然上場させたその分の株がお金で入ってくるわけですから、賄、うん、えるわけですよね、国家財政として。ちょっと IPO どうにかならへんかな。いや、それがですね、うん、もうこの王位継承問題とか、揉めに揉めてるから、本当は2018年のもう初頭に上場する予定だったんですけど、はいはいはい、もう伸びてて、今どうなるかわからないって感じですね。ああ、やっぱり、この、やっぱ権力争いが、うん。まあ、あるし、になってくるんですね。うん。というわけで、上場延期が決定とも言わないですけど、一応2018年初旬ってやったのが当然伸びそうなんで、うん、上場、サウジアラムコ上場させることによって得られるはずだったお金が得られなくなったんで、うん、あの、言うたら資金繰り経過が狂ったわけですよね。はいはい。だからそれもあって王子を逮捕したとも言われてます。なるほど。それでサウジアラムコで上場する予定やった半分ぐらいは何とかしたと。結局王子どんだけ持っとんねんって話ですけど。すごいな王子。でそれでも足りないから、うん、これが奈良富さんの週刊仮想通貨ニュースも出てきましたけど、サウジアラビアの通貨庁ですね、通貨庁ね、うん、が持ってるソブリンファンドっていうのがあるんですけど、うんうんうん、そこに55兆円あるんですね。55兆円、うん、狙われとんの。その株があるんです、うんうん、その資産売却を進める可能性が今あると。なるほどな。55兆円でいけえな、うん、まあ当然全部日本株じゃないですけど、うん、アメリカ株もあるし、あ、日本株もあるし、ね、債券とかもいっぱいあるわけですけど、これね、売られたら、これ空売りじゃないんですよ。実弾の売りなんですよ、うんうん。つまりショートカバーは絶対起こんないんで。買い戻しがないってことですね。そうそう。うん、もうこれ、世界の株、空前絶後の下げになると。出てきたこと。あ、でも下げになるんや、やっぱ55兆円になったら。うん。そらそうやな。株も債券も爆下げするってことです。売られたらね。まあ全部、当然一気には全部売らないでしょうけど。そうでしょうね。どん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 売り崩していくと、まあお金足りないも売っていくから、とんでもないことになると。なるほど。うん。まあ、だから、いきなりはこうへんやろけどな。うん。だから言ったように、奈良富さんが言ったように、ヘッジファンドの空売りやったら、空売りしたら当然買い戻しが起こるんで、うんうん、一時期下がったとしても、
ショート、いわゆるショート株絶対一回上がるんですけど、そうですね、このソブリンファンドは実弾、本物の株の持ってる株の実、実需の株、実弾、普通の株の売りなんで、うん、ショートカバーがないわけですよね。売りっぱなしです、ね。売りっぱなしです、うん。なので、とてつもなく世界系株価にとってマイナス要因です。なるほど。うん、まあ、いつ来るかが問題ね。いつかは来るでしょう、おそらく。あ、で、サウジアラビア他のずっと持ってた株もずっと売り続けて、2017年ぐらいかな、ずっと売り続けてて、それがもう日経平均の大暴落もずっと起こしてるんですけど、うん、そのラスボスがまだいてるということですね。うん。それが多分そろそろ来ると。あ、まだラスボス出てきてないんや。ここはまだ売ってませんからね。一応、まあ、当然売ったって公表しないと分かんないですけど、うんうん、まだ出てないと思う。こっから来ると。可能性全然あると。なるほどな。だから今言ったように、政治も結構もうむちゃくちゃ、うん、結構皇太子さんやりた結構やってはると、うん、でお金ない、うん、しかも次はですね、さらに結構なんていうのかな、軍事的にもやばいです。やばい、うん、っていうのも、ここにサウジアラビアがあったら下にイエメンっていう国があるんですよ、はい、あ、イエメンね、うん、このイエメンにサウジアラビアはイエメンの国を応援してるんですよ、うんうん、支持してる、はい、でイランがあるじゃないですか、うん、イランとサウジアラビア当然敵対してるわけですね、うん、スンニ派とあのシア派なんで、うん、もう一番喧嘩してるわけですよ、うん、最もお互い憎み合ってるような国同士なんで、うんうん、そのイラン政府はイエメンの反政府組織を支援してるんですよ。なるほど。つまり代理戦争なんですね、うん、イエメンを通しての、うんうん、でそのイエメンの中にフーシ派っていう、まあ、過激、ちょっと過激な組織があるんですけど、その過激派にイラン、国がね、イランがミサイルを渡してるんです。おお、イランがね。本物のね、軍が持ってるね、うん。で、イランからその供給されたミサイルを風車を使って、サウジアラビアの国に打ち込みまくってるんですよ。打ち込みまくってんねや。例えば空港を攻撃したりとか、うんうんうん、これ実際もう着弾して、すごい被害が出ましたし、あと、王子が住んでる宮殿に持ち込んでるんですよ。だいぶ悪いな。それは一応なんかサウジアラビアのパトリオットミサイル撃ち落としたらしいんですけど、うんうん、もうそんなことなんですよ。へー、ミサイル飛んできてるわけですよ、ね、本気やな。だからもう反戦、まあ戦争とまでは言わないですけど、もう戦争に近い。いや戦争や戦争や。王子殺されかけとるから、うん、そういうことです。でこれがね、石油施設とかに撃ち込まれたら、うん、当然大爆発、ね、大爆発して、まあ実際にフーシ派はもう撃ち込むぜって言ってるんで、うん、もしかしたら本当にやるかもしれないと。そうなったら原油価格上がるわけですよね。供給減るんで、うん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 、そうなったら石油価格はとてつもなく上がるから、うん、そうなると原油価格上がれば上がるほど結局当然日本経済にもすごい大打撃になると。そうですね、いうことになるわけですよね、うん、でそういうふうにもう軍事政治的にも財政的にも軍事的にもすっごいことになっている時にというのがもうサウジアヤバイゼ問題の、ベースです。なるほど。こっからまだまだ深い闇いっぱいあるわけですけど。そうね。もうそろそろお腹いっぱいやねんけど。で、ちなみにですね、まあまあまあ、ヘッジファンドなんか、なんていうの、まあ、ある意味力強いなと思うのは、ね、風刺派がミサイル打ち込むたびに石油価格上がるわけですよ。うんうん。分かってるから、もう石油価格と金上がるの分かってるから、うん、石油価格と金上がるための、で、儲けるための、もう専用のファンドいっぱい作ってるんですよ。へえ。だって風車がミサイル打ち込むために上がるからね。うん。それ期待の。それだけのために、うん、そう。へえ。まあ、そういうちょっと。売ったぞ、よし、買えみたいな。うん。ちょっと僕にも売った状況かな。不謹慎だ。だって打ち込むたびに原油価格上がるじゃないですか。うん、ますね。で、金も上がるでしょ。うん、うん、あの。そういう戦争みたいな時は、うん。だからそれを買う専用ファンドもどんどん乱立するぐらいになっていると。流行ってるよね。まあ、ある意味流行ってるわけ、うんうん。まあ、ある意味ヘッジファンドですよね。ねそういうところは。ほんまやね、うん。ヘッジファンドってそういう、あれなんですよ。そうです。こういうのが踏まえ、今、もう、だから北朝鮮よりサウジアラビアの方が何かともやばいというのが世界の投資のプロのもう考えですね。まあ、今にもっていう感じやね。今、だから どこ、政治的に何か起こるかもしれないし、軍事的にもしかしたら何かね、イランと直接の衝突が起こるかもしれないし、うん、大赤字なんで、もう株価をめっちゃ売りまくって、世界系、それが引き金で世界の株価大暴落につながるかもしれない。うん、もうどこでも危ないという。
のがサウジに一つに固まっていると。なるほど、うん。いうことですね。というのが、まず4つ目の今最新情報です。はい。はい。ちょっと長く、じゃあ長くなりましたんで、残り3つね、次の次回にちょっと話したいと思います。はい。それではね、ちょっとまだまだ見逃せないニュースがありますので、ぜひ見逃さないためにも、チャンネル登録のお願いします。メルマガラインアットやっておりますので、これちらもご登録いただければと思います。空売りのチャンスの時と、買いのチャンスの時には LINE で送りますので、ぜひ登録してください。はい。あと、ぜひいいねボタンもお願いします。動画説明欄ですね、ツイッターとかいろいろ情報ありますので、ぜひ一度見てみてください。それでは、今回も見ていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。